はい、どうも、こんにちは、こんばんは。横手マスターです。第五人格は、まあ、やっぱり、後からの実況だよね。はい、今回はトカゲ男ですね。また、無料で全員使えるっていう謎の期間が来てますので、ちょっとそれでね、試しに使ってみましたが、すげえ使いやすい。トカゲちゃんすごく使いやすいです。すごく使いやすいっていう言葉すら言えないくらい使いやすいです。能力的にはまずジャンプです。以上、ハイジャンプで長距離を移動しできる感じですね。高速で移動できる、通常で2段ジャンプができるんですね。この子は2段ジャンプできるんで、多分彼の人生は大きく、変わっているんだと思います。あれも2段ジャンプしたい。で、この存在感、右上の存在感が真ん中ぐらい、3分の1か、3分の1ぐらいまでいくと、ジャンプからのボディープレス攻撃ができるようになります。狙いすませれば強いですが、まだ R はあまり上手にできないです。ボディープレスには、攻撃能力、多分半分、体力の半分は削れると思うし、隙もないし、攻撃の後にね、恍惚する時間もないし、その代わりに、こんな感じでね、ボディープレス、ちょっと範囲が狭いかなと思うんですけれども、それでも全然大丈夫ですね。どっちかっていうと、サバイバー、潰されたサバイバーの方がちょっとベチャーってギョエーってなってる時間がちょっと長いです。ね、これ高いところじゃなくて低いところだったら飛び越えることも可能です。逆に頭ぶつけちゃう可能性もあるので、そこは気をつけないとダメですね。上手になってくると、2階建てのところなんかにもこのジャンプで侵入できる。できるんですけど、やるかなっていう。よっぽどもうそこにいるっていうのが分かれば、裏回りできるのかな。ハンター側は、ね、ハンター側からは見えないんですけれども、これ、向いてる方向にね、赤いセンサー出ちゃうんですよね。それ見えちゃってるので、なかなか難しいんじゃないですかね。存在感がどんどん溜まっていくと、3段ジャンプまでできるようになります。これね、強いです。移動能力がすごく高いんで、もうな、あの、とにもかくにも強い気がする。リッパーとはちょっとまた違う感じの、なんだろうな、やっぱシンプルさがいいですね。特別なことしてないんで。ちなみに、ボディープレスじゃなくて、スペースキー押すと、垂直にね、降りることができるので、攻撃の隙もなく、ただ降りるだけという。マトカゲっていうくらいだから、なんか魔法のトカゲなんですかね。悪魔のトカゲなのかな。なかなかいいんじゃないですかね。爬虫類だし、R もね、蛇になりたいし、私は蛇になりたい。意外と、体がね、結構大きいので、割と、体の大きさはちょっとわかんないですけど、意外とリーチあります。思ってたより。ナイフは短いんですけれども、サメ攻撃の時のリーチはね、結構ある気がします。R が好きで使おうと思っていた鹿頭、あれはちょっとリーチがね、クソ短いらしいんで、通常攻撃はね。で、やっぱ弱点があって、まっすぐね、伸びるんですけど、鹿頭の時は、まっすぐにしか伸びないんで、ちょっとね、影に行かれると、全く、意味をなさなくなってしまう。これ結構厳しいんですよね。基本的に危機一髪、無敵時間、無敵時間じゃないですね、ダメージを先延ばしにする能力、スキル持ってないと、あんまり効果がないというか、やりやすいですよね。危機一髪。
発の後の仲直りね、回復、一段階回復、えぐいんで、まあ、それをね、ちょっと対策というか、まあ、みんなやってるんだろうけど、この自分でね、もう、傷つけない。仲直りが発動するまで誰も傷つけない。やりだしてからはもう少し楽に戦えるようになった気がしますね。で、そこに来てこのトカゲ結構使いやすいですね。あのバイオリニストとかも飛び道具あって、フェッチ系もできて強いって言われているんですけれども、あれはちょっと難しすぎて使いこなせないですね。やること多すぎて、やることっていうか、やること多すぎて使いこなせないっていう。この時点でもう2人やっつけられているんだったらもう仲直りだろうが何だろうが勝手にねやらせてしまって構わいません。 R は3人やっつけられたらもう十分ですね。4人なんて贅沢なことは言わないし、今回は、呪術師調校師のだから、ああ例のやつはいないんで、で全部の暗号を解読すると、まあ、こっちのねハンターのスキルで一撃必殺スキルが、発動するので一撃必殺です。ボディープレスでも一撃必殺になるのかは知らん。あれは信じてるのはもう己の力だけなんで、左クリックだけで解決したいですね。3段ジャンプがね結構多いんですよね。 でこの下にね体力があるんで、これをどんどん消費するんですけれども、まあ、溜め込むかどうかは微妙なところ。あらもうすぐ使っちゃう。とりあえず使って、まあ、索敵する。ジャンプしてるんで遠くのものも見えるかもしれないし、まあ、それより何よりただちょっと近づきたいだけなんですけどね。さあ祭祀です。祭祀です。R は祭祀だけぶっ飛ばせばもう満足する人間なんで、満足させてくれよと。まず最初の状態だとボディープレスできないんでうっかりしてしまいました。まあでもジャンプができる、どんどん追い込めるってだけでプレッシャーはね、あの与えられるんじゃないのかなと思います。ここね、ここからスーッとやってビスッ。これね、当たんないときは本当当たんないですからね、キャラクターによっては。リッパーで当たらないだろうな。鹿頭でも多分当たらないんじゃないでしょうか。当たったらラッキーですね。リッパーだったらかろうじて当てられるかもしれない。鹿頭は無理です。あの周りでとりあえず何されてようと、もうとにかく最終をバラバラに引き出すだけの、ゲームと化しているので、何かされる前にこっちが何かしてしまうと。今のは当たると思うんですけどね、何か別のものに当たった感じでもなかったんで、ちょっと横にリーチが短いのかもしれないですね。リッパーは意外と横にリーチがあるような気がしなくもないけど、まあ通常縦方向にリーチは欲しいですよね。鹿頭はどちらにもリーチはないと。えぐいっすね。で、最近ちょっとよく分かってきたのが、あの風船状態で攻撃を仕掛けるとなかなかちょうどいいと。こうなっちゃうんですよね。屋根の上に登れないっていうのはあのよろしくないよね。こういう能力があるのに、頻繁にね登れるわけでもないし、登ったからっていいことあるわけでもない、いいことあるっていうか、あの完全にね掌握できるかっていうと決してそんなことないんで、別に屋根の上登れてもいいと思うんですけどね。ね、1階2階でワープできるようなやつがいるんだから、相当根に持ってますね。今日なのかな、新しいサバイバーが登場しています。何だったか
このボディープレス、これ範囲広いのか広くないのかよくわかんないですね。腹筋なのかな。祭祀のお隣、昆虫学者って書いてありますね。何なんですかね。一応虫を使ってこちらの動き、ハンターの動きを止める、遅らせることができるらしいです。さらに味方のこう窓を乗り越えるとか、窓を乗り越えスピードが上がるのかな。自分が乗り越えたところを味方が使うと窓を乗り越えスピードが上がるとか、なんとか書いてあったかな。ちょこちょこっとしか見てないんですけど、まあそこまで鬼のような強さではない気がしますが、どうですかね。もう祭祀やっつけたんで、もうどうだっていいんですけど、まあ、このプレイ中の R は全然気づかなかったんで、昆虫学者が言うことすら気づかない。相手とか見ないんで、始まってからあ誰がいるのかなって見るくらいなん でちょうどねこの昆虫学者さん出てきたので、ちょっと遊んでみようかなというところですね。やっぱりこういうところだとあんまり板登りも速くなるのかな、その辺わかんないね。こうやってね足が遅くなると。なるほど。だからといってサバイバーの足が遅くなるとか速くなるとかはないです。俺がサバイバーだったらあんな虫のところ入りたくないですけどね。遅くなっちゃう、もしくはもう通れなくなっちゃうけどね、怖くて。虫はねきついよね。ハオトとか結構えぐいっすよね。祭祀がよほどねこう追いかけっこしてる途中に出てくることがない限り、まあ、通常永久に追いかけてますね。勝とうが負けようがもう狙ったらずっと追いかける感じですかね。相当しつこいと思います。ひゃー、残りが医者と傭兵か。どんなプレイをしていたかのかも覚えてない、数時間前にやったはずなんですけどね。あ、そうそう、なんかこんな風にね虫に押し込まれることもある。もしかしたら虫を操ることもできるのかな、こう捕まってる途中に。まあそれならそれで構えしないんですけれども、どうやらステッキを持っていたようなので騙されましたが、これで終わりですね。一撃必殺の、状態になっているので、まあ、あとは傭兵、そう、傭兵はもともとね火一発持っているような感じなので、ダメージをね先延ばしにできるキャラクターです。この間に、逃げることも可能なんですけれども、ね、倒れるまでは動けますので、まあ、ぶっちゃけ倒れてからでも動けるんですけれども、こう張っていければ、ね、ゴールまでたどり着けばもうそれでね、勝ちなのでそれでいいんですけど、どうやらゲートの方には来ていないと。ゲートポチ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 押してる音がね聞こえないんで、どこ行ったかなと。サバイバーを助けに来たわけでもないようだ。じゃあ逆かなと。まあ、まだ体力いろいろあるし操作もね覚えたいんで、今回はちょっとしつこく追いかけてみたんですけれども、まだいないと。どうなってんのと。これ結構あっちこっちやっぱ飛べるんで、でクールタイムもねそんなに長くないんですよね。結構ぴょん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 飛んでいけるんで、ウサギ男とかの方が良かったんじゃないですかね。これは今のは当たらないんですよね。なんでなんですかね。まあ、とりあえず死んでいただきます。でこうなってくると恐ろしいのはやっぱ傭兵ね、こう体力持たせられるので、ここでハッチ非常口に
逃げ込まれる可能性もいくらでもあります、まあ、そこがね非常口だったんでギリギリでしたね。はい、同じステージです。今回は調香師、囚人、祭司、カウボーイ。カウボーイがね、やっぱカウボーイも強いね。祭司はもちろん、囚人は、囚人、調香師はちょうどいい。調香師の方が強いかな、囚人よりは。個人的にはオフェンスはね、あの悪質タックルはこっち、あの、無敵、無効持ってるんで、あの突っ込んできたところに無効を使って、いい思いをすると、こっちがいい思いをしてざまあみろをやるんですけれども、この感電もね結構役に立って、例えば今みたいな板を破壊している途中に感電すると、おそらく板破壊と なんつうんだろうな、多分時間の短縮になるんじゃないかなと思います。ダメージを受けることでこっちの、例えば攻撃の隙を減らすとか、攻撃した後の隙を減らすとか、そういう使い方もあの多分できると思うんで、やりようによっては全然食らっても、食らっていける。個人的には食らってます。電撃は食らってますね、うん、呪術師と同じぐらいかな。呪術師の方が弱いかな、囚人よりは。結構みんなね、あのプレイヤーさん多いんですけれども、なぜか呪術師の、この気絶させる回数が多いんですよね。3回ぐらい溜め込むと、3回ぐらい気絶する時間じゃないな、回数が増えるんで、それでいけると思ってるんでしょうけど、マルはあんまり脅威ではないですかね。まあきっとこれがもっと上のね、レベルとかもっと高次元のね戦いになってくると、まあ、全然違ってくるのかなこうぶつかっちゃうとすぐね落下しちゃうんで、そこはしょうがないですね。あの頭ぶつけるタイプなんで、あれもそこはちょっとよろしくないかな。で、見つけちゃった、ね、出会って2秒でもうぶち殺します。とにもかくにも最終をぶち殺す機会となっておりますので、ゲートにもどんどん入っていきます。この気絶時間は、一番短くなるように設定してあります。それもこれもこの最終をぶち殺すための、レシピですね。流行り去りはよく分かりませんが、とにかく祭司さえ潰せればいい。困るのはこのカウボーイですね。カウボーイはあの鹿頭と違って結構優秀で、こう捕まってるキャラクター、風船で捕まえてるキャラクター、縛り付けられているキャラクター全て助けることができるので、いやすごい優秀だと思います。ウッディ人形もびっくりの投げ縄能力だと思います、ね、ウッディって投げ縄できるのかな。なのでこうやってギターを壊してる間にスルスルっと助けられる、これやっぱ強いですよね。だからできればカウボーイの方を先にぶっ飛ばしてもいいのかと思うんですけど、まあ実際問題でもやっぱ動き回られて困るのは祭司だし、あの憎しみのまとわえば祭司なので、祭司をただぶち殺すだけの男。まあ今みたいにジャンプして通り越しちゃって、なんかめちゃくちゃにぐちゃぐちゃな道具試合で相手の裏を書いたことになってしまったこともあるんで、これやっぱ事故がいいですよね。でここでボディプレスをうまく使うと、これがねやっぱこう高低差遠近感をきちんとね使えればもっと強く空中戦を制することができると思うんですけどね。さあ困るのはウッディ、ウッディさえ倒せればいい。まあ他にもねこう気絶させることのできる、ね、囚人もいるはいるんですけど、
そんなにですかね。これね、やっぱ束になられて、ね、かかってこられると、どうしてもね、こっちも困っちゃうんですけれども、そんなことより、ね、愚直に祭祀をぶっ飛ばす。愚直に祭祀を縛り付ける。で、ここで向こうに行ってしまうと、もしかしたらウッディにね、奪われてしまうかもしれないので、安全に、確実に縛り付ける。録音はできている。あとはもうどうでもいいですね。もう満足です。僕満足。当たらないって、ね、攻撃が全然当たらない。あ、しまった。これ編集してないな。もうこの状態です。もう皆さんお分かりですね。残り1。この暗号機。で、1人しかやっつけてない。で、さらに、どうやら、よいしょ。どうやら何か隙を広がっている気がします。ここでね、おとなしく待っていればよかったのかもしれない。ちょっと欲張ってますかね。上手な人はここでやっぱり欲張って、きちんとやっつける。欲というよりはね、正しくね、やっつけることができるんでしょうけれども、R にはその実力がなかった。残念ながら、ここでやっつけたかった。今のボディープレスで、せめてね、板もね、破壊できるんで、その攻撃でもやっつけてほしかった。そこの攻撃でもやっつけてほしかった。とにかく前に飛んでいってしまうので、なかなかどうしてちょっと、距離取ると、ああ、こいつ飛ぶなって、悟られてしまうんで、逆に前にね、後ろに逃げるんじゃなくて、ハンターに向かっていくスタイルで逃げると、もしかしたら、やられてしまうかもしれないですね。はい、ここから、はい、茶番です。R は攻撃をしません。彼に対して、暗号解読が起こるまで。もう分かってるんで。もし、なんだっけ、ディスコードだったかな、おしゃべりしながらやっていたら、なんて言われてるんですかね。死んでくれないかなってやっぱ言われてるんですかね。死ぬのはお前なんだよなって。でもこの点数はね、入るんで、とりあえず板はね、壊していきます。まあ、ここからは根比べですかね。ここ電撃ビリビリされちゃうので、近づきません。まあ、向こうの方がちょっと、もう、逃げてしまったのか、自らね、暗号解読はしてますが、こちらは一撃でぶっ飛ばします。もうこれで、終わりかな？時間的に、あ、多分これで終わりだね。はい、お疲れ様でした。